こんにちは、人は食べたものと読んだ本でできている、全然書房の阿部です。今日もお客様をお招きしました、ザック書店の鈴木店長です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日も面白い本をご紹介いただきますね。はい、はい、今日は70歳からの世界征服、うんうんうん、まあ、タイトルもすごいですね。そうですね、私にとって近いタイトルですね、はい、目指すものは。そうなんですけど、はい、この本なんで紹介してるかというと、うん、はい、あの全然の全然書房の阿部さんから、はいはい、この本はたっちゃんが書いたんじゃないのっていう話がありまして。そうなんですよね。どういうことでしょうと思って読んでみたんですね。うん、うん、そうすると、はい、まあ私の考えに近いなというのが分かりまして、まあ、ご紹介させていただこうということになりました。うん、はい、まさにぴったりだと思いますね。はい、私この本をやっぱり見たとき衝撃を受けましたよ。これっていつも話聞いてるザック書店の鈴木店長の話と全く同じです。まあそう、まあ、面白いというか、強烈です。こんなこと本に書いたらいいのかな、これ紹介してもいいのかなってちょっと思いながら今紹介しておりますけども、あの人は必ず死にますよね。致死率 100% なんですよ。なんで、まあその死に方というものを考えたらいかがじゃないでしょうかと、みんなから早く死なないかな、まだ生きてるのとか思われているっていうのはどうなんだろうと。それよりはもうある程度老人になったら自分の持ってるお金を若い人に投資して、で若い人からあ、また死なないでって言われるような生き方を目指してはいかがでしょうかと、そのような感じの内容の本です。そうですね、これ若い人、もし著者が若かったら絶対書けないって袋叩きになる。そうなん で僕はこの本を書いた人はてっきり70歳を超えた方だと思っていたんですけど、私より若い人だったという、もう10年早いよって言いたくなるような結果でしたが、まあ、でもこういう感覚を若いうちから持っているっていうのは非常に大事なんじゃないかなと思いまして、これを若い人にも紹介したいと、そういうふうに思っております。なるほど。あの中身がもうあらゆるところで、はい、本当びっくりするようなですね。もうね、読んじゃっていいのかどうかわかんないんですけども、本当にもう死に方入門とかですね、老人と新型コロナウイルスとか、うん、まあ、今流行りの新型コロナにも触れてまして、うん、で、うん、奪捨て山から竜来せよとか、うんうん、まあ、最後は70歳からの世界征服と、はいはいはい、まあね、このタイトルを見るだけでもなんかね、はい、すごいなって感じですけども、ね、はい、これは全然書房の入り口入ってすぐ右手のところにあの小さい書房、はい、小さい出版社の、はい、本ということで、はい、ご紹介してるんですよね。はい、ですから あんまりあの一般の本屋さんに並ばない。並ばないでしょうね。もう一人で出版してるとか、そういう出版社の方の本で こちらをお、ね、ご用意したということになりますね。ぜひ、まあ、一度読んでみてください。はい、読んでみてください。はい、きっとびっくりすると思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。